絶上大地は、大地が平地に臨む末端の部分で、下のような形状で平地側に突き出した形となり、ある特定の方向では、本体の大地に連続しているものの、他の三方は、崖や斜面などをなして低地に面しているような地形。形状による故障であり、規模や成因が異なるものが、この表現で言及される。荒木島、2011年6月撮影。 有田川は東から北を経て西へ流れている。河岸球の発達が見られる中流域などにおいて蛇行する形で流路が安定した場合、侵食が進むとその時点における水面から相当の飛行を持つ平坦面が三方を川に取り巻かれるような形で形成されることがある。こうした地形を絶上大地と称することがあり、 有田川によって形成された和歌山県の荒木島や、小物川に三方を囲まれた秋田県大仙市の小市地区、長野県中野市の美和島遺跡がある大日陰地区も、千曲川の蛇行によって形成された絶上大地である。静岡県西部のレディーフマップ。浜名湖と天竜川の間に、三方原大地、天竜川の東に、岩田原台地が広がっており、それぞれ南端部に、 絶上大地が見られる。大地、特にいわゆる鉱石大地が平地に臨む延辺部でほぼ同じ方向に平行する複数の河川がある場合、侵食が進むと2つの河川の間に侵食を免れた細長く伸びた大地が残ることとなる。静岡県西部の山方原大地や岩田原大地の南端においても同様に天竜側に平行する。 中小河川によって形成された絶上大地が発達している。武蔵野大地の東端、JR 山手線の沿線を例にとると、北東から南西へ、上野大地、本郷大地、小石川、目白大地、神田川を挟んで、牛込大地、四谷、麹町大地、赤坂、麻布大地、渋谷川を挟んで、芝、白金大地となりその南東端を目黒川が流れる、 形で7つの絶上大地が並んでいると説明される。溶岩流、火砕流など、もっぱら火山噴出物の流出によって形成された大地は侵食を受ける前の時点で絶上の形状となる。例えば、大分県の万年山の北西のふもとにある溶岩大地は絶上の大地と表現されることがある。大規模な現象を指す例では、第三期末に、 東北地方の赤両山脈に沿って形成された火山フロントからの大規模火砕流によって形成されたとされる青森県から岩手県、宮城県を経て福島県まで広がっている溶血業海岸からなる地層が絶上大地と表現されることがある。大地面と低地、また多くの場合、高層地と低出地の両方への利便性がある大地円辺部では しばしば縄文時代や弥生時代の遺跡などが見出される。また三方で低地に臨み、崖など斜面で囲まれた絶上大地には、中世以降、城郭が構えられることもよくあった。自然環境への依存が大きかった時代に、人間の居住に有利な条件があった場所には、いくつもの時代の遺物、遺構が出土する複合遺跡が残されることになるが、 絶上大地にはそうした事例がしばしば見出される。例えば、東京都東久留米市の下里本有遺跡は、旧石器時代から平安時代に至る複合遺跡であり、長野県中野市の美和島遺跡は、縄文時代初期から平安時代に至る複合遺跡である。他方では、特定の時代の遺跡とされるものもあり、例えば、岩手県北上市の北上川沿いにある八天遺跡は、 縄文時代中期末から高気中頃にかけての大規模な集落跡であり、山梨県南アルプス市の六下級遺跡は、弥生時代終末から古墳時代初期の遺跡である。北海道苫小牧市の静川遺跡では、絶上大地を囲むように観号が設けられており、日本国内では類例がない特徴となっている。海岸に近い絶上大地の中には、縄文海神の時期に海に臨む、 半島上の地形となっていたところもあり、そのような場所では貝塚が発達した。北海道伊達市の北黄金貝塚には、絶上第地上の集落跡とともに、時期によって変化した海岸線の位置を記録する5箇所の貝塚が確認されている。千葉県千葉市若葉区の花輪貝塚は、縄文時代後期前半の大規模環状貝塚として知られている。 絶上大地の先端部に城郭を設ける事例は各地に見られ、平山城として言及される。絶上大地の先端部に城郭を構える場合、大地面につながる部分には空堀りを設けるのが一般的であった。例えば、青森県中泊町の中里城遺跡では、もともと古代の集落があった場所に空堀りなどが施されて、中世の上官となった。 東京都調布市の新大事情は、野川と沼地を三方に持ち、西側の大地につながる部分に空堀を設けた、連閣式縄張りの中世城郭であった。また、現在の千葉県市原市にあったシーズ城は、大地側に三条の空堀を設けていた。ありがとうございます。